俺の区間は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、エヴァンゲリオンコラボの方が、ついに確定したというわけで、改めてですね、そこら辺の方をまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれども、イベントの方にですね、まず一つ出てますね。こちら、エヴァンゲリオンコラボ情報解禁というわけで、ウォームアップイベントっていうのが、来ているという風になってますね。ログインボーナスみたいな、4日間ログインすることによって、栄光勲章1つと、トレーニング勲章が2つ手に入るというものですね。こちら結構なんか、リスマラできそうな感じの内容という風になってますね。一応これでね、今すぐ開けるっていうのを押すことによって、こうやって、勲章のかけらの方がもらえつつ、プラスですね、こうやって、コラボ開始っていうわけで、いろいろ画像が表示されて、シェアしてくださいねみたいな感じになるという風になってますね。ピースもらえますんで結構うまいかなという風に思いますね。これ2回もらえた？なるほどね。シェアの方をまで人によってもう1枚もらえるみたいな感じなんですね。じゃあピースの方が6個もらえると、4日間でピースが合計12個ですね、もらえるっていう風になっているわけなんですね。これもシェアでさ、もらえるんだったらどうなんだろうね。これ次の試さんとわからんですけれど、1枚1枚のシェアでもらえるんだったら合計でピースもらえる数は4つですね。じゃあ14個か。14個栄光勲章のかけらがもらえるみたいな感じになってますので、活用してみると結構ね、美味しいような、普通にこのウォームアップイベントの方が、まずですね、美味しい感じの流れになってますね。はい。で、ですね、親子の運営ツイッターの方が、こちらの画像の方も告知されているという風になってますね。6月30日の朝10時から、7月14日の朝10時の方まで、コラボレーションの方が行われるという風な形になっておりますね。はい。14日間、2週間の、イベントという風になってます。で、プラス、この画像の方を見ていくと、いろいろですね、わかる要素っていうのがありまして、まず一つ目ですね。真ん中が青の部分で、外側が赤みたいな感じの見た目の画像という風になってますね。今までですね、エヴァンゲリオンの新しい劇場版の方というのはですね、赤基調のですね、作品と、実際そういうプレビューの画像とかも、赤メインという風になっていましたが、劇中の世界がですね、赤に染められていったものを青に戻していくみたいな感じに、テーマとしてですね、事前に発表されていた部分でもそういう風になっておりましたので、赤から青への転じ方を見るに、やっぱりその新エヴァンゲリオンの要素っていうのが、出てくるのかなと、一部出てくるようになってくるのかなというふうに思いますね。今まではそのエヴァ級までだったのが新エヴァ要素、ネタバレにならない部分だけでいくと、やっぱりですね、今まで出てなかったエヴァンゲリオン13号機だったりとか、そこら辺ですね、劇中でしか新エヴァでしか活躍していない機体というよりは、今まで出ていただったり、予告映像の方にですね、出ているような機体とかキャラクターがメインになるような感じに、なってくるのかなと、いうふうに思いますね。今までね、エヴァンゲリオン13号機の方とかも、どうしてもですね、エヴァ級の方とかでも、最初の方は出てこずにですね、後で出てくるみたいな、メインではないですよっていう風になってまして、一般での浸透率っていうのも、13号機低かったんですけれども、新エヴァンゲリオンの方がですね、予告映像出るようになって、予告映像の方でガッツリですね、なんか変な感じの見た目の変な感じの格好をしているですね、エヴァ13号機、これが出るようになっておりましたので、そういう意味でも、一般に普及してますから、13号機とか出るんじゃないかなっていう風に思いますね。他の機体とかは出るのか出ないのかっていうのは分からないとは思うんですけれど、そこら辺ですかね、はい、ネタバレにならない程度の、その新エヴァンゲリオンの要素っていうのが、出てくることが予想されるのかなと、いうふうに思いますね。そこら辺はですね、皆さんも、その新エヴァンゲリオンの予告動画とか、放映前の予告とか、放映後の予告っていうのはですね、スタジオカラーの公式の方が上げられておりますので、そっちの方を見てですね、参考にして、どれが出るのかなっていう予想の方をしていけばいいのかなというふうに思いますね。新エヴァ劇中でしか公開されていない要素ってのは、ちょっと聞きづらいと思いますので、その辺で判断してみるといいと思います。まだですね、新エヴァンゲリオンの方も、放映されておりますし、その放映来訪者のためにですね、その特典っていうのも配っておりますから、まだまだその売り上げを見込むためのですね、施策っていうのをスタジオカラーの方が打たれているという風になってますし、その中で公約行動とコラボしていくという風になってますから、その辺とかはやっぱ配慮してくるのかなという風に思いますね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、アイラミの黒プラグスーツ着てくださいと、着そうですけれどね、新エヴァで出てますもんね。予告映像にも出てますから、これはネタバレにはならないですね。予告映像にも出てますし、結構新エヴァ見られた方からするとものすごくですね、思い入れの強いキャラクターになっていると思いますし、出てくると嬉しいですよね。で、次ですね、この絵は僕の家の近くじゃないと、絵の方は前回の動画でも出しました、砂浜のエヴァンゲリオンの告知画像の方ですね。はい、僕の家の近くって昔は砂浜だったらしいんですけれど、今はですね、新日鉄の護岸工事によってですね、砂浜、大分市からすぐの海の砂浜っていうのは全て埋め立てられてしまってですね、もうないんですよ砂浜。あったりですね、昔は潮干狩りとかできたらしい
ので、まあ良かったと思うんですけれど、まあ今はもうないんですよね。まあなんで、僕の家の近くではないですね。まあ大分市からね、砂浜の方に行こうとすると、まあ結構走らないといけないので、遠いんですよね。意外とその大分市って砂浜ないんですよ。で、次ですね、福知家の使い道、運営が真剣に考えてくれないと、へそ曲げちゃいますよと。まあその福知家のね、2とか3とか、まあ5も最近はそうかな。まああんまり使い道ないですよね。緑と青とオレンジのチケットですね。まあ何かその、消費物にですね、まあ使えたらいいかなというふうに思いますね。例えば、命名変更チケットとか、いろいろですね、まあいくつあっても困らないものに使えれば、まあ集める理由も出ますし、それを集めるために、まあじゃあダイヤのガチャ回そうっていう気にもなりますし、ダイヤのガチャ回して、ダイヤなくなったから、じゃあイベントの方参加しようっていうふうになりますし、まあそこら辺の使い道とかはですね、まあうまく設定することによって、まあユーザーにですね、よりイベントを参加させて、ゲームに夢中にさせるっていうですね、まあそこができると思いますから、まあそういう施策もまあされるといいと思うんですけどね。で、次ですね、ログインに誘うボーナスとか多いですね。でもイベントのだるさが多くなって、いらんもんだったらログインもしないわな。イベントのつなぎとログインプレイヤーの確保に必死、根本のゲーム性を早く見直すことがなく、儲けに走ってきた道がこれですね。もう不満言うプレイヤーも一時より減っているのでは、荒野は常に良い報酬、イベントを出し続けなければならない。そこを怠ると終わるなと。まあそうですね。まあ最近はですね、ログインさせるために何をするかっていうところを、まあ、考えられているなというふうに思いますね。まあ荒野行動運営のやることっていうのは、施策っていうのはですね、ものすごくまあ読みやすいというか、わかりやすい行動を取られますよね。まあいい風に傾いている時やったら、それはものすごくいい効果を生むんですけれど、まあ悪い風にですね、傾いている時っていうのは、まあ、なんか現金だなっていう風に、まあ思われてしまうっていうのが、まあこの方法でのですね、まあ利点と欠点ですよね。まあやるのであればですね、まあなんか、なーっていう、イベントでまあユーザーを楽しませるっていうですね、まあ、結構そこが上手いゲームとかもありますので、それを参考にしてですね、はい、現金差ではなくて、まあどうやって楽しませていくかってところをですね、もうちょっとその他のゲームを参考にして、まあデザインだったりとか、まあ銃のですね、対応基準とか、そういうところをですね、まあ参考にされるぐらいだったら、まあイベントの構造っていうのをですね、学ばれた方が僕はいいのかなというふうに思います。で、次ですね、NGP 会員だけれど、しばらくログインしていなかったら、プレゼントをあげるから戻ってきてって言われて、内容を見たら、紫の体験パックとかで笑ったと。来ますよね、NGP 復帰特典みたいな感じで。自分もね、メールの方に来たんですけれど、いや、これか、みたいな。ね、復帰特典とは、みたいな風に思いましたね。体験パック懐かしいなと思って、嬉しいなと思いました。はい。で、次ですね、エヴァンゲリオンのダイヤガチャ来ないかなと。まあ、エヴァのダイヤガチャね、来てほしいっすよね。大体こういうね、ダイヤガチャとか銀河ガチャ、限定で実装されたら、結構いろんな使い道とか穴とかあったりするんで、僕としてはそこら辺をいろいろ研究したいんですけどね。まあ、穴ができちゃうからこそ実装しないんでしょうね。で、次ですね、リアル鬼ごっこ2の主役で僕にめっちゃ似てる人がいますと。見たんすよ。さっきその調べて見たんですけれど、まあ、ちょいちょい似てますね。はい。ちょいちょい似てますね。僕昔若い頃にですね、石川遼に似てるっていう風によく言われていたんですけれど、まあそんな感じの顔ですよね。まあ僕よりはかっこいいですね。はい、正直。で、次ですね、無実のプレイヤーをわざと悪意でバンするのを不正行為って呼ぶなら、むしろ不正行為は増えると思うと。あー、そうっすね。まあ今度のその巡回システムの方ですよね。まあ JP ではまだ実装されていないですけれど、あれどうなんですかね。そこら辺も結構なんか規約で縛っとかないと、なんかめんどくさそうなことが起きそうな、まあそんな気はしますよね。一応その判断基準がですね、おかしいプレイヤーっていうのは権利が剥奪されるっていう風になってますので、まあ、適当が何回もできるわけではないっていう具合にはなっているんですけれど、まあ、その10回中1回ぐらいだったらですね、間違えてもまあいいだろうみたいな感じの判断基準にはなるとは思うんで、そう考えるとどうなんでしょうね。規約でそうですね、ちょっと縛っとかないと、僕も今思いつかないんですけれど、何かしらの穴は絶対あると思うんですよね。まあ、その判断させていく中で、まあ、禁忌項っていうのをですね、作っておかなければちょっとなんか怖いなっていう風に思います。お医者さんのですね、まあ、国家資格のまあその試験とかやったらですね、まあ、選んだらその時点で失格になるっていうですね、そういう選択肢ってのが用意されていることがあるんですよね。そういう感じでまあ罠を用意しておかなければ結構なんかめんどくさい感じのあれになりそうですよね。